天駐輪場も書いてあるし、無料駐車場あるのかな。あげきはさすがにないか。ここは多分月決めだよね。ちなみにハーフゲージのやつ走ってますけどね、ハーフゲージの、ね、ちっちゃいとかしてます。これがね、なぜかね、そこの、本当の電車とね、大差ないっていうのが面白いですよね。あ、この差ですね。あ、分かりやすいな。両端はハーフゲージで、真ん中からこれナローゲージの幅かな。うん、こうして見るとナローゲージ太そうに見えますけど、今拡大してるんで、ね、あれですけどね。で、両色を使ってんだ。なるほどね。一応ここ警備員鉄道博物館、博物館ってなってますけど、ここもなんか日曜定期的になんかいろいろやってたりしますよね。あ、時間終わりで、あ、ここに書いてあった、第3月曜日、日曜日ですね。で、あの奥にミニ電車とかしまってあって、なんかいろいろ乗ったりとかもできますよっていう、あれですね、ぐるーっと回って使えるようになってますね。本当に昔ながらの枕木のあるところに乗ってますよね。よいしょ。よし。あ、こんにちは。ただ、別に無料駐車場とも書いてねえんだよね。利用者向け駐車場とも。どっちなんだろうね。あれはね、昔、まあ、今はね、使えないあれなんであれですけど、北西スーパーがあったときはね、北西スーパーの駐車場めちゃくちゃ広かったんですよ。なんで別にそこに止めてちょっとこっからね、電車乗るとかね、やってましたけどね、まあね、ちゃんと買い物してましたからね、まあ、めちゃくちゃ余裕ありますからね、スペースに。なんてことも言いましたけど、35、まだまだ時間あるんだよね。まあいいか。セブンでちょっと軽食、何も食ってないからな。なんか食うか。よし。さあ、セブンイレブンやってきましたけどね。もうそろそろいい時間かな。お、タクシーが先取ってきました。どっかのオープンって書いてないかな。入ってないね。次が、15時34分、西区あるんですね。よし。28分なら、もう行くときに到着しますもんね。中で待ってるかも。こんな感じですね。そう、実はね、萩駅からはね、1時間1本とかになりますのでね。風が気をつけないといけませんね。ソハラ止まりができるんでしたっけね。そうそうそう。今から行くソハラもまだバレてしまえばね、また電車がかかってますからね。よいしょ。ソファラのキャラクターですね。ソファラとレンゲ地から撮ってんのか、レンゲは。そっか、レンゲ地って駅ありますけど。さあ、カメス対策。はい、カメス書いてある。33。